今回紹介するのはドライブヘッドハイパーレスキューベースです。ドライブヘッドの基地ですね。こういう透明の袋に入ってます。では開封します。でん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 。ドライブヘッドを整備、現場に急行せよ。トミカがたくさん駐車できるぞ。いっぱい入ってますね。そしてドライブヘッドです。アニメと同じ感じに入るんですね。スポットケースを開くと基地が広がる。各部名称とラベルの貼り方、シールいっぱいありますね。バイパーをリフトアップ、上下するんですね。スロープを走り降りて合体だ。装備品はハンガーに固定できる。お、ここに装着できるんですね。裏面はこんな感じです。とてもシンプルです。こちらは組み立て方ですね。簡単そうです。では本体を見てみます。ここマジックテープでくっついてるんですね。バリ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 、おお、開けました。おお、この感じいいですね。ここにトミカ入れるんですね。じゅん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 。おお、あ、トミカを入れるところは裏側なんですね。正面がこっちになります。広げるととてもでかいです。これはスロープですね。もっと折り曲がってるぞ。これは台紙ですね。ちょっと折り曲がってます。シールはこんな感じです。ではシールちゃちゃっと貼っちゃいます。トゥントゥントゥン。ドライブヘッドハイパーレスキューベース、ここに誕生。じゃじゃーん。では細部を見てみます。ここはエレベーターですね。このエレベーターに登ってこっちのスロープに行ってドライブヘッドに合体する感じです。裏はこんな感じです。ここにはトミカを置けます。どうせならドライブヘッドのトミカがいいですね。ぴったりです。上にはヘリポートもあります。ではこの後頭のヘリを置いてみましょう。バタ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 。では実際にエレベーターで上げてみます。ここをグリグリ回すと登ります。好きなところで止めることが可能です。下げることもできます。一番上まで来たらこちらに移動します。これでスタンバイ OK です。ゲートを開きます。そしてバイパー出動、ゴー。そしてここで止まります。ではドライブヘッドを下に入れてみます。こんな感じに入るんですね。そしてゲートを上げて、おお、動いた。降りてガシーンと合体です。そしてここから発進です。ブルーン。待機するドライブヘッドはもう1台置けます。この2台並んでる感じがいいですね。ここにはウォーカービークルモードになったドライブヘッドを置くことができます。いつでも出動 OK な感じですね。反対から見るとこんな感じです。この柱がいい感じですよね。いかにも基地って感じです。この部分には武器を装着することができます。では実際に装着してみます。こんな感じですね。いつでも装備できます。反対側にも穴があるので取り付けることが可能です。
こんな感じですね。この辺の感じもいいですね。待機するバイパーはここに置いておくことができますね。1、2、3、4、これは2番に置いておきましょう。こんな感じです。ではこの状態で片付けてみます。大きいのは別ですね。付属品のしまい方はここに書いてあります。こんな感じに入りました。注意点はエレベーターを下に下げることです。ではこちらをしまいます。そしてこの反対側にトミカを入れます。こんな感じです。でこの蓋を閉めます。これで片付け完了です。というわけでトミカドライブヘッドハイパーレスキューベースの紹介でした。レスキューゴー。